笠丸です。よし、同様です。はい、今回なんですけれども、はい、ちょっと久々にあの企画をやりたいなというふうに思っております。うん、第1回、ブンデスリーガ王決定戦ブンデスです、今回は。出たー、最近熱いと話題のブンデスリーガです。そういうことでございます。はい、まあ、この動画上がってる頃には、もしかしたら、レバークーゼン優勝してるかもわからん。万が一ありますね。万が一ありますけれども、はい、まあですね、第1回ラリーガ王決定戦、はい、そして第2回、コアロンさんともに、はい、J リーグ王決定戦やりまして、はい、今回は満を持して、今最も熱いブンデスを、はい、ちょっとやっていこうかなというわけでございま す。我々はですね、もう本当にプレミアリーグ一筋でございます。はい、プレミアリーグ以外の知識はあんまないから、はい、こういう企画でですね、やっぱりちょっと他リーグの知識も増やしていこうということで、今回は作もベイさんにやってもらいましたけれども、はい、どうですかベイさん、いけそう俺ら。いけてほしい。いやラリーガよりいけそう。あ、本当？マジか。あ、よかったよかった。オッケー。ということで、いつも通りやっていきます。ブンデス王はどっちだ？キックオフ！第1問。はい。27節終了段階での、はい、リーグトップ5、答えてください。5？ 5なの？4でいいだろ、4で。そうでしょうね。27節時点ってことは、あれ、今週で27節なの？今週次、28が終わった。28の途中?28の途中か。問題はですね、1チームで、これ書き方これでいいのかっていう。おはい、OK です。どっちからいきます？じゃあ、お前早く書き終わったから、お前でからです。わ、しやれ。はい。じゃあ、私のトップ5はこちらです。はい。ドン。はい。地震終わりチャンネルです。ほら。1位、レバクーゼン。2位、バイエルン・ミュンヘン。やったな、これ。3位、シュトゥットガルツ。4位書き直して RB ライプツィッシュ、 V ドントムント書き直して、以上です。これやったー、ちょわえ嘘。いや、これやっとわ、やっとわ、これやっとわ。俺ちょっとお前のやっとわだ。いいですか、見せてもらっていいですか。1位はいレバークーゼン、2位バイエルン、3位シュトゥットガルト、4位トルトムント、5位ライプツィッシュ。ここちょっとどっちなんだろうっていう。では、はい、第1位レバークーゼン、はい、はい、第2位バイエルン、はい、第3位シュトゥットガルト、はい、はい、第4位ドルトムント。やっしゃーやっしゃ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 やしだってしだって言われこんなこんなバカバカバカ5ポイントでしょ。まあ1ポイントでいいんじゃないかな。1ポイントでしますか。さすがに1か0かでしょ。でも5か3とかでもいいけどね。うん、いやそこで離れはしないでしょうね。じゃまず1ポイントね。はい、はい、第2問、はい、27節終了段階での得点王トップ5お願いします。これは無理、これは無理です。はっきし言うけどこれは無理です。つらい、これは無理です。もう言うわ、どこに向かって言えばいい。カメラ無理ですでもまあ関東は無理だと思うんで、はあ、より多く、うん、名前が合ってた人にポイントをあげます。なるほど、名前と順位、名前と、まあね、まあ、順位な。いやでもマジ自信ねえな、ブンデス。こんな自分で分かんないのこんなんだな。 OK、 来た。はいはい、じゃあ俺からいきますか。どうぞ。はい、こちらでございます。ババン、ケインで、ギラシ、はい、オペンダ、ヒルクーク、ボニフェイス。ほぉー、自信のほどはなーい。なんかフィルクルク不調って聞いたんだよな。書いたそばから。そう、考えてみたんですよ、ブンデスのフォワード誰かなと思ったら、うん、俺これプラスパドリックシックしか知らなかった。だから、とりあえず知ってる名前書くやつ。そうですね、だからトップ3は結構自信ある気がするんだよね。ケイン、ギラシ、オペンダな気がするんですけれども、いかがでしょうかっていう感じでございます。なるほど、じゃあ私こちらですね。はい、はい、1位ハリケイン、2位ギラシ、3位オペンダ、4位フィルクルーク、5位ヴィンド。あー、なんかいた気がする。ヨナス・ヴィンド、いるんだよな。そう、ヴィンドか。なんかハテナって何それ。あー、いや、ヴィンドかウィンドか読み方が分からない。いや、これどっちか絞んない。いやいやいや、どっちか絞んないと。お前それは表記入れない。じゃあいきましょう。第1位、はい、31ゴールハリー・ケイン、はい、第2位23ゴールギラシ、はい、第3位19ゴールオペンダ、はい、第4位15ゴールウンダフ。あー、すごい、ウンダフすごい、
ス。ああそんな決めてんだ。え、すげえ運動。そして第5位が14ゴールでデミロビッチ。デミロビッチさんは存じ上げません。ちょっとサダでしょうか。知らないな、フランドどこのチームの方なんでしょうか。アウクスブルグですかね。アウクスブルグにいるんだ、デミロビッチ。いや勉強になるわ。わあ、This is 学び。初めて知った。いやちょっとフィルクルク、ボニフェイス、ウィンドの天気気になるね。フィルクルクは、11。おお。ボニーが10ゴール。ああ怪我ってきたんだ。怪我したからだ。元いたから。ヨーナス・ウィンドですか。はいはい。9ゴール。もう死んでいくやん。振り絞ったのに一番点決めてないよ。これどっちに1ポイントないの。これいやでも総ゴールは俺の方がいいじゃない。ボギーは楽しい。その明日あたりのボギーをね。いやいやいや9ゴールとビンドよ。ほらしかもハテナついてる。自信ねえじゃん。一緒だろ。まあドローか。ドローでしょうね。第3問、はい、ドルトムントとシャルケのダービー、はい、なんというでしょう。もうこんなのはバカにしてんのかって話ですよ、マジで。俺こういうのね。ああいやでもね、結構難しい。難しくないだろ、こんなもん。はい、だからまあ、はい、せーの、ルールダービー。ルールダービー正解です。よーし、ここはもう、抑えさせてくれ。まあなんか有名だよね、世界史とかでも出てくるよ。そう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 、工業地帯とか。そうそう。第4問、はい、次の監督を当ててください。はい、経歴を少しずつ言っていくので、はい、回答権1人1回だけ、はいはいはい、で、早く分かった方が2ポイント。なるほど、書き込むのね。はい、なるほど、チキンレースみたいなもんね。わかりました。はいはいはい、ではまず最初、はい、0506アウクスブルクアンダー19の監督です。次に、はい、アウクスブルクのアカデミーマネージャーになります。何がちゃうの。聞いてもじゃねえわ。ちょっと役職上がったかな。ああ、なるほどね。その後、0809マインツアンダー19の監督になります。マインツね。行く行くか、じゃあ先にちょっと頼むよ。お前は自信あるそうだな。いや、ないけどね。俺はもうちょっとマジでね、分かんないんだよね、はい、この段階だと。じゃあ書きました。はい、的には、はい。次にドルトムントの監督になります。ミスったやん。いやミスったわ俺。ミスったの。ミスったわ俺。いや待って、はい、まあ書きました。いや、じゃあ次聞く。じゃあ書いた上で聞く。書いた上で聞きましょう。次に、うん、パリ・サンジェルマンの監督になります。さあ、どうだ。おぉさあ、どうだ。おぉじゃあ、その次は。その次は、チェルシーの監督になります。いけるか、俺。いけ、まあ、そして現在はバイエルンでございます。遅く書いた伊藤さん、はい、フリップオープン。トゥーヘッド。あーっす。お前やぶねー。いやー、じゃあ見してもらおうか、てめえのフリップを。トゥーヘルです。2ポイント、ありがとうございます。本当にトゥーヘルですか。いや、そうだろう。まあね、万が一あります。万が一あります。よしよしよし、これ2ポイントでしょ。もう早かった。なんならもうアウクスブルグで行こうかと思ってたけどね、うん、俺がなんでクロップじゃなくてトゥヘルにしたのかっていう理由があって、うん、クロップもっと前からやってるイメージだったんだよね俺。はい、年数08の時にマインツとかだったでしょ、なんか、うん、その時点でもうだってクロップちゃんと監督やってそうだなって思いがあったので、アンダーにいるわけかないかなってことで僕はトゥヘルにしましたね。一応補足です、僕の、あの決めて、うん、これは特にあれでしたね、2分1っす。よかったな、パリってくるもん。あぶねえ。よかったと思いましたけどね。 OKOKOK。 では、はい、第5問、はい、現在、うん、ブンデスクラブのトップチームに所属している日本人選手は何人でしょう。これは無理だ。マジで無理。そうでしょう。マジで無理。これニアピン1ポイント、それとも関東で1ポイント。まあニアピンでもよし。
ニアピン、あ、まあね、うん、惜しい方がポイントだね。はいはいはい、じゃいきますか。はい、じゃあせーのでいきます。はい、せーの、7人、12人、だいぶ差はついたね。お前誰あげた？とりあえず長谷部、堂安、伊藤博、ボーフ、マーサノ、その他あと8人、あとプラス8人ぐらいになる。マジか。俺も駆け出して出たのその4人だったのよ。でプラ8はさすがにやりすぎだろっていうこと。トップチームだったら3ぐらいじゃない？だってワオは2部だもんね。あ、そっか、デュッセルドルフで2部だもんね。ワオンがいないよね。いや、でも分かるんだよな。なんか17、8人ぐらいいてもおかしくないよね。意外と隠れいるんだよね。そうなんだよな。うわ、ちょっともうちょい攻めてもよかったかな、これ。正解は7人やったー。それがないよ。そんなたまたまを許しちゃならない。いや、だからその他で8人もいるんだよ。さすがに話は入ってくるだろう。だって、嘘やん、7人しかおらんの今。残り3人誰だ？残り3人のうち1人合ってるはずなんですよね、君は。カオカオイタクラ。おー、なんでだなんでだ、イタクラパイセン忘れてた。あー、申し訳ない。こう、あとは原口元気。あー、そうじゃん、原口元気選手いるじゃん。福田氏が覚えるあ あ福田君ってトップリーグでいいんだね。そうですね、一応。そうか。では第6問。はい、2324シーズンにブンデスクラブから移籍してきた現プレミア所属選手は何いるでしょう。お前さ、おー、とんでもねえで、とんでもねえこと言うじゃん。ただこちらローンなしです、完全のみです。23242、夏だけですか。いや、夏だけじゃない、冬も。ローンダメでしょ。はい、まあ、はっきりしたベルナ入ってこないってことでしょ。あ、まあそうですね。これ何人かってことでしょ。はい、またニアピンでしょ。はい、2324ブンデスからプレミアに来た人。できた。 OK、 これでいこう。はい、行きましょう。はい、じゃあ伊藤が早かったから、伊藤何人ですか。いや、はい、私はこちら、パン、16人。まあまず知ってるとこか、うん、だけあげると、うん、まあミッキー来たよね、うん、で、ソボスライもいいよね、うん、フラーフェンベルフもいいよね、うん、ヨシコもいいよね、うん、エンクンクはちょっと謎だよね。そうなんだよ、そう。いや、エンクンクをどこで計上するのかなっていう。まあ確かに今期からなんだけど、一応金払ってんのはまあ去年なのかなみたいな。あ、そうね、わかんないです。彼ムサディアビどっから来た。あれも確かブンデスですね。ブンデスよね、確か、うん、俺が思いついたのはこれだけでしたね。ちょっと待って、うん、渡るいないの。あーあなたの声来たもういいってもういい。また結構持ったね、結局16人だろ。知ってる選手が、うん、まあ6人ぐらいいたのか、うん、まあ、その他であと10人ぐらいいるやろと。あ、なるほどね。16人です。僕はですね、11人です。お、俺はそれプラス、うん、プラス渡る、うん、かな、うん、で意外と下位チームブンデスからそんな取ってないんじゃないか説ちょっと提唱したくて、なんか11人ぐらいでちょっと収まってくれればいいかなって感じでございます。なるほど。正解は12人。よし、うまい。でお前さ、いつも多めに見積もりすぎだよ、マジで。その他に希望を託しすぎじゃない。マジで結構意外と知ってるよ多分。ちなみにメンバーは、まあそこの、はい、ミッキー、ソボ、はい、フェンベルフ、ヨシコ、エンクンク、ムサディアビは正解です。あ、はい、エンクンク今年でいいんですね、一応。はい、はい、で、渡る。あと、そうですね、渡る。あの、ダフートとか、あー、チャーデとかフレッケンとかも来てます。あー、そうだ、フレッケンも来てるのか。フレッケン、そうだ、オランダっぽい感じ。あー、あとはバーンリーに、うん、ジョーダン・バイヤー。あー、で、意外に16人とかいないよ、やっぱり。あとはハムに、マブロパノフ。ああそうじゃん、マブパノいたわ。マブパノ来てるじゃん。おおおおおお、オッケーオッケー、グッポイント、グッポイント。うわ、多くないのかそんな。そうよ、思ってるより人ってあんま少ないのよ。いや難しいねこれ。第7問。はい、次は逆です。2324シーズンにブンデスクラブに移籍した元プレミア選手。はぁ、
関してはもう分かりまへん。もう分からない、一人も。はい、書きました。はい、はい、せーの、5人、10人。やばい、またやってしまった。嘘、誰出た？ジャカとケインです。ジャカとケインです。いや待って、5人なわけないか。いや意外とあんじゃねえの。正解は4人やっぱり、いやもう全然出てこなかったもん。はい、その2人と、あとユナイテッドだったコバール君。うわー、ね、もうわかんねえそれ。あとラスト1人はナビー。あー、ケイタナビー。以上、以上です。おお、誰だよその他に託すんだって。お前、いやでもこれはプラ8よ、だってお前もっと記憶に自信持っていいんじゃない。では8問目、はい、はい、ブンデス公式 YouTube チャンネルで最も再生されてる動画は何でしょう。わあ、え、何これ。いや、最も再生されてる動画、プレミアだと、うん、ゴール・オブ・ザ・ディケイドって。ああ、過去10年の最優秀ゴールなんじゃない。そうですね、これが1720万。ああ、こういう系なんだ。そういうまとめみたいなやつでしょ。ゴール集みたいな感じか。あーあ、なるほど。ちなみにブンデスは2224万回です。すごいね。めっちゃ見られてるやん。これめっちゃええな。いや、ありそう、俺も。さあ、先書いて伊藤さんお願いします。いきますよ、私の。はい、はい、こちらダン、ハーランド・ゴール集。え、これ何？え、あ、これウニっす。暇なんで出かけした。これはウニっすよ。ハーランドのゴール集か。ハーランドのウニはいい、ウニはいい。ハーランドのゴール集ね、一回見たことあるんですよ。いや、ずるいじゃん、お前それ。あれ確かブンデスオフィシャルだ、あれ、うん、だった気がするんですよね。いや、それずるいわ。なるほど、はい、いや、俺もね、多分似たような攻め方あったんですけど、はい、ハーランド出なかったわ。お、レバンドフスキファンタスティックゴール。レバンドフスキまとめきれんのとちゃうの。いや、だから結構長めとか、だからちょっとファンタスティックゴールだって。なるほどね。そうそう、だからすげえやべえゴール集みたいな感じの。でもレビーとハーランドだったら、なんかハーランドとか数字持ちそうなんだよな。どうなんでしょうね、これちょっとわかんねえわ。正解はいかに。正解はなし。あー、違うか。ちなみにゴール集ではございません。うわ、ある試合のハイライト。おお、これどうします、挙手制にします。まあいいっすよ。あ、いいね、早押ししようぜ。レバンドフスキが9分で5点取った試合。あー、それだ。どうどう、正解。うわー、レバンドフスキファンタスティックゴール。レバンドフスキファン、めちゃくちゃファンタスティック。めちゃくちゃゴール集って書いてある。ファンタスティックゴール。1516第6節のボルクスブルク戦です。途中出場からね。はい、あー、やっぱレビ持ってんだね、数字ね。これ、これやばいもんな。これやばい、9分で5点で何言ってる。何が分かんない。いや、第9問。はい、ドルトムントからタクラブへ移籍した際の歴代移籍金トップ5、答えてください。おっ、そっか、タクラブがプレミア関係ねえんだな。うわー、なるほどね、これむずい。まあ高額、高額放出の、うん、まあ宝庫といったらドルトムントですから。いや、間違いないですね。でもこれ、マジで伊藤と一緒かもしんねえよ、これ。じゃあちょっとお前からやってみ。え、お前からやってみ。ちくしょう、俺からいくか。いきます。はい、こちら、はい、だー、はい、1位ウスマン・デンベレ、うん、2位サンチョ、うん、3位オーバメヤン、うん、4位ハーランド、うん、5位レバンドフスキ。え、マジで。え、マジで言ってる。マジで言ってないよ。言ってるよ。いいっすか、俺。デンベレ、サンチョ、ベリンガム、あ、ハーラン、オバメ、あ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 、トップトメントじゃねえな。あとレビーってフリーとかじゃなかったっけ。おや、いや、わかんない、確かに、あれ、そうなかったっけ。そうなの。正解は、はい、1位デンベレ、はい、2位ベリンガム、3位がサンチョ、はいはいはい、そして4位がプリシッチ。うわー、衝撃走る。稲妻走った。第5位がオバメでございます。あー、ハーランド入ってこねえんだ。ハーランド第6位ですね。あー、そっか、プリシッチ完全に抜けてたね。いや、そっか、高かっ
ったか、プリシッチ。まあ、すごかったか、まあ、すごかったわ。まあ、その時に俺がプラ1か。うん、険しいよね、その道のりは。まあ、じゃあいいでしょう。さすがにプラ1でしょ、別にもうなくてもいいけど。もうポイント差的には。あ、そうか、プリシッチャー、そうだよな。最終問題。はい。ブンデスリーガ100試合出場時の年齢が最も若い選手は誰でしょう。最速で100試合出たやつってことか。はい、レコード持ちか。100か。若くしてたな。ブンデスで100試合ってことは最低でも3シーズンはいなきゃいけないんだよ。そうだね。34試合フル出場3回やってギリ100だよ。そうだね。5位まで完全に当てられたら10ポイントあげます。きた。5位。1位から5位当てんのね。はい。結構まあそうそうたる顔ぶれですけどね。はいはい、できました。じゃあ僕からいいですか。はいよ。こちらでございます。ババン。1位アルフォンソ・デイビス、2位トーマス・ミュラー、3位マネル・ノイヤー、4位ラーム、5位アラバ。おお、ありそうじゃない。ありそう。わかんないけど、うん、なんかアルフォンソ・デイビスって気づいたらもうずっといるイメージなんだよ。あー、なるほどね。で、ミュラーとかもだからもうみんなだからもう最初から最後までドイツみたいな。なるほどね。そんな奴らを選びました。ミュラーもそうだし、ノイアーももう多分キーパーだからさ、うん、一気なしシャルケからバーンみたいな。そうだね。で、ラーム、あら、ラームだけわかんない。ごめん、なんでラーム入れたの。でもラームもなんかずっといるんじゃね、知らないけど。ラームの最初の方のキャリア知らんな。マジ知らんな。で、あらばですね。はい。はい、私、こちらですね。はい。はい。1、キミヒ。あー、キミヒなんで入れたいんだろうね。2位、ミュラー、3位、ノイヤー、うん、で4位、マルコ・ロイス、5位、クローゼ。あー、どうだろう。まあ、やっぱ、なるほど。でも、考えること一緒だね。うん、まず、ドイツ人が大前提で必要なんじゃないかな。なるほどね。っていうね。うーん。っていうのを考えました。で、第5位から。はい。はい。第5位。ムシアラ。あー、もう100出てんだ。俺ね、ムシアラ迷ったんだけど、ワンチャン100出てねえかもしんねえと思ったんだよね。ムシアラでもう出てんの。20歳と9ヶ月24日で出てます。うわ、早いな。第4位、うん、ビルツ。あー、フロリアン・ビルツか。ビルツもう出てんの。ちょっとおっさんすぎたか、俺らのメンバー。あれ、意外とおっさんなのかな、これ。はいはいはい。第3位、うん、ドラクスラー。あー、これもちょっとよぎったんだよね。ドラちゃん、そんな出てんだ。ドラちゃん、すごいな。うん。第2位、うん、ベルナ。いやー、これは振動。さすがだ、ベルナ。そして堂々の第1位。はい。カイ・ハバーツ。え、俺ら誰もいない。まずいまずい。やばい。まずい。やばい。だってこのアルフォンソ・デイビス。いやいやいや、お前の君じゃない。カイ・ハバーツ。何日？20歳と6ヶ月3日ですね。うわー、すごいわ、カイ。ハバーツそんな、でも。まあ、振動だったよ。振動だったよね、カイ・ハバーツね。当時ハフェルスでしたけど。やっべ、俺らひって。結果発表ー。おー、ムチンガム。いやー、ちょっとダメだよ、これ。本当に、プレチャンシーに残る事件だよ。難しかったな。これむっじ。あ、でも知識はついたね。うんうんうん。うん、ということで、ブンデスをやりました。改めてちょっと謝りましょう。はい。ブンデスファンの方、申し訳ございません。どうぞ。ということで、次回はチャンネル登録お願いします。ベテルズゲームチャンネル、ガンガンお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。